岡山県岩梨郡の一岩梨郡は1900年まで岡山県にあった群。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。かつては一西郡、岩尾郡、岩西郡などとも表記され、読み方も岩梨、岩部など様々で統一されていなかったが、明治初期の軍区町村編成法施行時に岩梨と書き、 岩梨と読むように統一された。軍域は古くは赤坂軍の一部だった。続日本記の記載では721年に赤坂軍東部、奥軍北部をそれぞれ割上し、両地域を藤原軍とし、藤原軍が東野軍と解消、788年に吉井河合星を岩梨軍、伊藤脇軍として分割した。岩梨軍南部、赤坂軍南部、 上東軍東部、奥軍西部は、それぞれの軍境が近く、軍境を越えて、微戦国の中心地であったとされ、一時国府があったとも、言われている。和家軍同様、古くから豪族和家氏の勢力下にある地域であった。和名称には、和気教、一世教、鎌郷、片瀬里、磯名号、物の部号、物理教の七教が記載されている。 なお、物理教は書物によっては上等軍として記載されているものもある。また、分け号は分け軍ではなく本軍に所属している。軍がの位置は不明である。ありがとうございます。